生まれてすぐに母親に見放されてしまった子羊のケニー。生き延びるのはとても難しいと思われましたが、ケニーはそんな不安を吹き飛ばし、すくすくと成長を続けています。実はそれには理由がありました。ケニーには温かく優しい仲間たちがいて、いつも見守られ励まされていたのです。子羊のケニーは発見された時とてもぐったりしていました。体は冷え切っていて、頭を持ち上げることもできません。血の気が引き、呼吸もか細くなっていて、それに気づいたワシが空からケニーを狙っていました。まさに瀕死の状態だったのです。この時ケニーはまだ生まれて2日しか経っていませんでした。けれど母親はケニーを置き去りにしてしまったのです。本来なら生まれてから48時間以内に母乳を飲むことで、子羊は抗体を作って免疫を強めます。ところが生まれてすぐに母親に見放されてしまったケニーは、おそらく母乳を飲むことができなかったのでしょう。そうなると生き残れる可能性はとても低くなってしまうのです。そんなケニーを救うため、一人の女性が動き出しました。保護施設を運営しているキャシーさんです。彼女はこれまで様々な動物の赤ちゃんを助けてきました。その経験をケニーに生かします。体を温めて少しずつ体温を上げ、その後食事を与えるのです。キャシーさんの懸命な看護により、ケニーは死の淵から生還しました。2日後には立ち上がれるようになり、自分でミルクも飲み始めたのです。キャシーさんのおかげで生きる気力を取り戻したケニー。まだまだ油断できないため、キャシーさんはしばらく自宅でケニーのお世話をすることに決めました。たくさんの動物が暮らすキャシーさんの家、そこにいる動物たちはみんなケニーが気になって仕方ないようです。元保護犬で16歳のジェメルダはケニーと寄り添って眠り始めました。それを見て犬のメルや猫のウィリアムもケニーと一緒に仲良く眠るようになります。みんなケニーを大好きになり、ケニーもまた仲間ができたことを喜んでいるようでした。その姿に思わず頬が緩むキャシーさん。誰もを魅了するケニーの魅力は、思いがけない事態も引き起こしました。普段他の動物に近寄ることのない猫のミシカまで、ケニーにぴったり寄り添って座るようになったのです。もしかするとみんなケニーを励ましたかったのかもしれません。その優しさに包まれたケニーは順調に元気になっていきました。きっと仲間たちに心をケアしてもらったことが、体の回復にもつながったのでしょう。今ではミルクを催促するほど元気いっぱいな姿を見せてくれています。生まれたばかりで生死を危ぶまれ、一人ぼっちだったケニー。彼は今たくさんの仲間たちに支えられ、幸せな毎日を過ごしています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。